はい、こんにちは、佐藤康弘です、ウォーシュー・ズワタン・カンホン、ウォーザーズチャンネル、ビリビリ、動員、このすべてのチャンネルに向けてこれから動画を配信していきたいと思います。よろしくお願いします。今回のテーマは北京オリンピック終わった後、まあまたその前から中国でスノーボードがめちゃくちゃ人気になってきています。北京オリンピックっていうものがあって、それに向けて国全体でこのウィンタースポーツを盛り上げていこうっていう中に、当然そのスノーボードがあって、インドアもやっぱり中国の大都市でどん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 できてるし、まあ、皆さんもご存知のように北京オリンピックでシャオミン金メダル銀メダル取って、あとねスキーではねアイリーンもやっぱ金メダル2つ取って銀メダル1個取ってっていう、なんかそういう流れがあって、もうウィンタースポーツがもう大人気になってるんで、これからものすごい数の人がこういったあのフリースタイルとかにどん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 こうのめり込んでいくと思うんですよね。もう人気になってて、そんな中でこの動画を通して、正しい滑り方、正しいジャンプの仕方っていうのを中国語を交えてレクチャーしていきたいなって思うんですけども、スノーボードのインストラクターをしてくれているシャオファーさんです。はい、どうぞ。大家好、我是小花。大家你好。大家你好でしょ。大家你好。大家好。知ってる知ってる。大家好。今あの中国はさ、やっぱりその北京オリンピックあったことによって、はい、スノーボードがめちゃ人気になってきてるんだよね。はい、めちゃ人気です。めちゃ人気だよね。テレビでもねすごい取り上げられてるし、インターネットでもそうだし、たくさん若い子が始めてるんだよね。はい、そんな中でシャオファーはインストラクターだし、僕のところにスノーボード教えてください佐藤さんってこうやっぱ来てくれたんで、これ一緒に動画を撮って、はい、中国の言葉を喋ってもらいながら、そしてまた僕の中国語もちょっと使ってみながら、埼玉県のアクセントだけど、はい、埼玉の方言、埼玉の方言なんですよ僕の中国語は。あ、本当？はい、それしっかり覚えてください。はい、覚えます。はい、すいません。お悩みがフロントサイド360なのかな、はいはい、それがちょっとできないっていうので、それをどうやったらうまくなるかっていうところのレッスンからやっていこうかなと思います。バイトワラーバイトワラーバイトワラー。はい、うわ、こっから中国語、こっから中国語難しいな。じゃあ、ウォーシャンカン、ニホアシュエ。好的、没问题。はい、ゾラゾラ。直线，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 直飞，嗨。好。单词出てこないね。好，よかった。很好。谢谢。はい、ザラビン、大変良かったですよと。もう一回お願いします。こっからが難しいな、こっからが難しいな。シャオファースタート、はい、ここ、はい、ここって何だっけ。ザリ、えザリザリ、はい、ザリザリザリで、はい、やべえな、もう日本語になるな。ターンしないで、ターンはしないで、はい、ターンはしないで。わかりました。オッケー、ここはまっすぐね。はい、わかりました。今分かった、分かった、分かりました、分かった。すごいと思うんですよ、今俺中国語喋ってたわ。ジュシェンジュフェイ、はい、ジュシェン。おお、うん、好好好好好。ここちょっと日本語なんですけど、はい、ここで今練習してくれてるじゃないですか、はい、どういう悩みがありますか。悩みは、うん、回転の時。あー、はい、3倍量、3倍量フロントサイド3に悩みがあるんですよね、はい、どういう練習をこれからシャオファーはしていかなきゃいけないかということを今日はちょっと探して、できればこの撮影の中で上手くなってもらいたいなと思います。はい、よろしくお願いします。バイトワラ、おるっす、バイトワラ。んズバン、ズフェイ。ズバンってズって何。まっすぐ、まっすぐ、ズバン、ズフェイ。 J がハオ、 J がハオだけどブスハオ、ブスハリワンメイ。はい、ポイント、野獣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 。今、板に乗ってるだけです。はい、なんで、荷重をかけてください。はい、野獣、野獣、野獣、はい、背中まっすぐ、センディダーツ、センディダーツ、ここだよ、センディダーツ。膝ちょっと待って、シーガイ、シーガイ、ワンチュー、シーガイ、ワンチュー。野獣、野獣、野獣、はい、で、ピャオ、ピャオ。インディメロン、インディジュラバン、インディメロン。はい、はい、オッケー、プレートユーバン、背中まっすぐ。はい、
なんずなんずむずあ、そうそうそう、難しい今のグラブやったことなかったと思うんですよ。飛ぶときにコンフィーズしてたのかな。難しい難しいなんずえなんずな、なんなんあ、ずはいらないっけ。ずー違った、今俺違ってたなん、どうでしたアプローチは。アプローチめっちゃ轻松、楽に。あ、チンソー、ザレビザレビザレビはい。シェンディダーツー、ビガイシガイワンチューワンチュー、シガイワンチューザレビ、はい、はい。まあスノーボードの要素でいくとやっぱあれだよね、飛べてないから、それは当然フロントサイドの360は難しいですよね。だから基本的なその飛び方っていうのをね、覚えた方がいいと思うんで、しっかりとしたストレートを今日は覚えてもらいたいと思います。はい、今の中国語で言うと指無理そうアプリ使いたくなるな。これでいくと会笔直的飞翔必须学会笔直的飞翔必须学会笔直的飞翔。早すぎるわ。はい。わかる？わかります。すごいね、わかるの。はい。必须学会笔直的飞翔。ここで、はい。跳、跳、跳、跳。跳。あ、奥さん。こんにちは。你好。你好。前見ながら飛ぶ練習をする。はい。前面。前面。前面。そうそう。はい。等間で前面。はい。はい、もう一回。飛ぶときは等間チェーン面でしょ、はい、飛ぶ前に、はい、野獣野獣で、キャン、はい、すごい難しいねやべえ、変なハードル上げちゃったな、これ中国語でやるっていう今回企画、やっぱり無理なんで日本語も織り交ぜて、一番大切な目的、上手くなってもらうっていう、ここに原点回帰したいと思います。このレッスンの中で自分が中国語を上手くなろうっていう、ちょっとあの利己的な考え方を持ってしまった自分に少し反省しています。シャオファーが上手くなることに集中してみたいと思います。フロント360が難しいんですよね。はい、はい、ワイジャン360なん因为你就会不好。はい、やっぱストレートがあんまり良くないんで、当然フロントサイドの360っていうのはもう非常に難しくなっちゃう。これちゃんと飛べてないんで、キャオファーはまだちょっと熊谷にいてクエスト変えてくれるんで、はい、ぜひストレートエアをしっかり覚えてください。はい、はい、今日はストレートエアのレッスンです。はい、フロントサイド360、Y ジュアン360はオーリーを使います。なんでまずはオーリーが多分できないと思うんですよ。ここでオーリーやってみてください。はい、先生のビデオ見た。あ、見た。YouTube 見てくれてましたね、シャオファ。だからなんか知ってんだとか思ったけど、等間チェーン面。はい、はい、もっと前足引っ張ってください。もっと。そう、それを使って後ろにポン。はい。これ今は。はい、こんな感じでしょ。はい、尻も持ち上げて、ピーグを、ピーグをゾイガゾイガピーグゾイガゾイガピーグゾイガゾイガピーグ、お尻を持ち上げてっていうのは中国語でピーグゾイガゾイガ今のはソージャオ、ダメ、はい、チェンブあ、いや、好好好好。もう一回。はい、もう一回。飛んだら、こっちに飛んでるでしょ。前側に。チェンメン。これはダメ。ダメ。オーリーテアをしたら、後ろ。足をね、はい、後ろにやってるから、ま、はい、っすぐ上げて、地面と板は平行に、はい、こういう感じ。テアをしたらこういう感じ。テアをしたら平面で。跳起来，平行，然后落地。啊，そうそう、平行。平行落地。平行落地。はい。はい。あ、ちょっと良くなったね。もう一回。思いっきり飛んで。はい。わかりました今。飛んだらこうなっちゃうんですよ。はい、これを面でこう後ろに降りる。まずこれができないと、あそこでは表現できないんで、まずはここの地面でそれを練習してください。はい。足の裏見てて、こんな感じだ。
かかとに体重をもう少し乗せてください。重心存在本体を抱いておいて。OK! Okay、 かかとに体重を乗せてください。はい、重心パンホーチャー弁当エリア。はい、OK。 ちょっと良くなったんで、よし、これでいってみよう。ジュシェン、ジュペイ、オーリー、チェンメン。はい、ちょっとスズマンだね、はい、引っ張ります。今まだ慣れてないね。引っ張るだけでやっぱ安定しなかったもんね、うん、力の入れ加減がまだね苦手だと思うんですよ。だからこれをちょっと今改善していこうかな。ということはやっぱりこう飛び方の前にアプローチの仕方ですね。スキルアップしないとやっぱ360はやっぱ難しいかな。やっぱどん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 返ってきちゃいますね。手前に手前に手前というかこの下のベースのなんだろう滑り方、板の乗り方、そういうところから、うん、どうでした？ブアンティエ。ブアンティエ。ブアンティエ。どこがブアンティエ？自分で。いたプラトの時は、テイクオフ。ここ。難しい。難しい。これはポイント。まっすぐ滑れない。ですよね。これはなんでかって言いますと、足首を使えてないんですよ。足首使えない。足首はジャファイ。ジャファイ。ジャファイをもうちょっと使えるようになってください。なんでかというと、ジャファイはヒール、はい、トー、ヒール、はい、こんなイメージないですか？そうです。ですよね。この状態でつま先かかと、つま先かかと、ダメダメ、膝を動かさない。シーガイブードン。シーガイブードン。つま先かかと、つま先かかと、それをここの、はい、この一本、はい、ここからずれないようにまっすぐコントロールしてください。つま先かかと、つま先かかと、だからこれから外れそうになると、はい、かかと、はい、こっちに行きそうになるとつま先、はい、これをブードン以外でこうやってコントロールしていってください。はい。直線、但是膝盖不要动。うん。使用你的脚踝。うん。运用你的脚踝，使用脚尖、脚后跟、脚尖、脚，对吧？中国牛逼。